皆さん、食事を用意いたしましたわ。存分に召し上がってくださいませ。いただきます。いやー、一仕事終わって食う飯は格別にうめえな。皆さんのおかげでフェンリルの脅威は去りました。ありがとうございます。アストライア、忘れてないでしょうね。何の話ですこと？あんたね。怖い顔。冗談よ、冗談。約束通り、皆さんにダークファルスを倒す知恵を授けましょう。おお、よろしくお願いします。皆さんもご存知ですわね、聖帝アクイロのことを。ダークファルスを倒すために箱舟でこの地に降り立った英雄のことですよね。ええ、その通りですわ。そしてアクイローはダークファルスを倒した。その時に彼は祭神を倒すための数々の特別な武器を用いたといいます。特別な武器？それらの武器はアクイローの死後、12人の子供たちに受け継がれた。その武器の一つ、聖剣ライオネルがとある場所に眠っているらしいのです。ひょー、マジか。どこだ、どこにそんなお宝が眠ってるんだ？帝国の東南、ラサラス草原の先に広がるディアデムの砂漠です。遥か大昔、その砂漠には大いなる文明が栄えた王国がありました。しかしダークファルスの炎に焼かれ焦土となり、砂漠となってしまったのです。ディアデムの砂漠か。で、その砂漠のどこにその聖剣とやらが？さあ、わかりませんわ。わからない？ちょっと待ってくれ、じらしてんのか？いいえ、じらしてなんかいませんわ。わかっているのはここまでですの。まあ、砂漠のどこにあるかわかっていたらとっくに洞窟されているでしょうしね。ただ、砂漠には古代の王たちの王墓の遺跡がたくさんあるそうです。その遺跡の中に隠されている可能性が高いと思いますわ。なるほど。もしその聖剣ライオネルを入手できたら、ダークファルスを倒すための文字通り強力な武器になりますね。アストライアさん、貴重な情報をありがとうございます。いいえ、皆さんはちゃんと約束を果たしてくれました。当然のお礼ですわ。さあ、それでは明日の出発までたくさん食べて英気を養ってくださいね。